はい、サマーゲームのサマーです。じゃあバイオハザード6クリス編続きやっていきましょう。じゃあちょっと前回までね、音量がゲームの音量がちょっと多くて聞こえたり、僕の声聞こえたり聞こえなかったりしたんで、ちょっと今回音量調整していきますね。レオン編になるまで、レオン編も多分ずっとあのまま聞いづらいんでしたけど、まあいつも一気に撮っちゃってるんで、こんな感じになっちゃうんですよ。まあそんなことはさてより、今回なんか屋敷みたいなとこ入ってきまへん。さあ、大量にサナギがあります。さあ、生体反応。そうだ、生きているやつ、ね。お、誰だと言っています。これ何かあったっけ？何もなかったよな。Over here. I'm getting a reading on the other side of this door. さあ、2階の方。Finn, you're with me. Everyone else keeps searching out here. HQ. Three of us are splitting off from the group.Heading further into the building. ということは、まあ3人で探っていきましょう。Roger. うん、確かここ1体出てきたっけ？なんかここら辺にいたような気がある。お、エイダさん、スネイマの鍵は邪魔だよ。はいはいはい、邪魔。はいはい。今の服装はエイダさんですね。赤服じゃない、なんか着替える前のエイダさん、着替えた後のエイダさんですね。ね、レオン編ではずっと赤い服がほとんどでしたっけ。青い服一回しか出てきてないかな、もしかして。ね、このゴリラと対面した時に。武器しかなかったような記憶もありますけど。ってことはこっちか、着替える前なのかな。あー、ここ嫌いなんだよな。まあここにもサナギがありますと。よいしょ、ちょっとバン飛びしておきましょうか。ああ、いや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 、そう、サナギが開花して、で、新たな BOW が出てきます、ここで。これ、投げでいいんだっけ、この大会で。まあいいや、こいつすっごい硬いんで。で、こういう風に剥がして。まだ反応感でいけるかな。よいしょっと。パンチして剥がすのもありですけど、よいしょっと。まああとはハンドガンでいけるかな。ああ、あと背中が弱点です。今違うところが現れてる。で、まあ花見と、まあこいつの弱点背中なんで、今思い出しました。背中見て思い出した。ちょっとあそこ近くに行くのがちょっと嫌ですね。やべ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 、よしょっと。オッケーですね。まず行きたいね。あいつのやべ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 、ちょっと調子乗りすぎましたね。もう3体出てくる嫌いなんで、ね、警戒しましょう。ハンドガンの弾と、もうショットガンでやっちゃうか。待って、突進してくる。あいが、くるくるくる。どうやろうかな。メガマスの方が一番丸いかな。
ネクラマシして、はい、よいしょ、よいしょ。ホイス自体攻撃力すっごい高いですけど、まあ割と隙だらけな攻撃してくるんで、当たらなければどうということはないですね。まあさっき当たった結果死にかけましたけど、久しぶりに戦うから引きずってんな。よし、あと1体、あと1体になったらもう余裕なんで、ちょっとアイテム回収していきましょうかね。あれちょっと今のうちにスライディングを覚えてきたい。久しぶりだから本当覚えてない。ここになりましょう。関係に、おう、やべやべ、よいしょ、背中剥がして、あとはハンドガンできるかな。怖くないですけどね。よし、よし、あーもう時間かかんない。よし、オッケーですね。ようやく倒した。時間かかったね。Search the rest of the place, but stay on your guard. どこだっけ？いや、こっちか。あ、まだあった。よし。はい、行こう。で、あいつ定期的に現れるんですね。ここだったらまだまだ現れるってあいつ。どうだった？はい、ちょっと当て着替えます。よいしょっと、よいしょ、あれ、おっとっと、まあ、あっちの相手してるけど、よいしょっと、なんでピアで寝てんの。よし、ちょっとスタミナ回復しましょう。めっちゃ見てる。あ、目そらした。あ、なんで？え？ピアーズさん、蹴るんかね。何かの薬を打ってたので薬の跡があります。キャプテン、シーバイルス、That's what the gorillas were calling it. Nice to see the cavalry's here. Who are you? I work here. My name's Ada Wong. They held me hostage. Sea virus. That must be what's creating those Juavo. Yeah, I heard them saying something about that.What else did you hear? Maybe you could put your guns down first. Not until you give us a reason to. エロい格好してんな、こいつ。エダは。Neo Umbrella. Neo Umbrella.
The organization supporting the guerrillas. Or at least I think that's what they were calling themselves. So the sea virus came from them. That's all I know. Thank you. We appreciate your cooperation. Finn. You're in charge of keeping her safe. Yes, sir. Keep an eye on her. Will do. We found one of the staff. We're turning to the foyer now. Come on, I'll show you a quick way back to the entrance. レオンと交友関係はあったのにエイダのことは聞かされてない。まあ、エイダはもともとスパイですからそんな公に話さなかったのかもしれないですね。あと謎の多い人ですから、ね。一緒に開けましょう。で、開けるとさっきの岩石の魔人がいっぱいいるんで倒してもありですけど、ちょっと今の武装じゃ心もとなさすぎるんでめっちゃ現れるんで、さっさと開けましょう。ある2周目以降でしたらここは楽に倒せますね。武器が多いんで、武器も弾もだいぶ充実してるんで、なんか手から締めると思う。ああここか、嫌いなんていうな、ここ嫌いなんていうな。さあ新たなさなぎが、さっきの岩石のまずいと思いきやなんかよくわかんないやつがあります。あいつはすばしっこいんですよね。すばしっこい上に、おっとこういうふうに針飛ばしてくる。確かもう一体あのさなぎもなるって3体がいるんで、それもこいつ柔らかいんですよね。破壊できなかった、破壊できないんだっけ、確定か。痛い。あ、こいつあれか、格闘、本来やったら格闘に弱いんですよね。ずっと格闘に弱いんですけど、いかんせん素早く素晴らしっこいせいで近づけないっていう。あとなんか煙出せた。よし、2体目倒しましたね。ちょ、ギアさん邪魔。分かってた。おっと。よいしょっと。よし。ちょっとスタミナ回復しましょう。近接は苦手なんだよな。はいはいはい、分かった。人知れずピアーズ買ってくれました。よいしょ、あれで、ここもここからはね、さっきみたいな特殊な BOW が満載なんで、剥がれてきた、これ。あっ、ちょっと、ああショットガンじゃ軽くいけるかな。グレネードだったら破壊できるんですよね、確か。反対、グレネードとか爆発系か、なんで今変わった。よし、背中破壊じゃん。よし。あ、ショットガン使ってたんだよ。で、明らかになんかういしょっと取れないんだよね。よいしょ、OK ですね。危ない危ない。ピアーズじゃない、いった、完全に言えばピアーズのせいだ。
って手首タイミングがわからん。そう、あのクリス編は本当に特殊な BOW が多いから。じゃあ、よいしょ。あ、痛い。よいしょ、よいしょ、あれ。ちょっと。あおう。よし、よし、よし、よし。さあ、全滅ですね。全滅したところで。ああ、まだいる。ここでいる。よいしょ、はい、あおう、うわ、間違えた。あいつを追いかけよう。確か攻めしないといけないんだけど、これ攻めしなくてもいいんだっけ。よいしょ、痛い。お、頑張れてやる。これもいいです。おお、ゴリラ来た。ここでお前もちょっとやだな。そうね、ほんとクリス、おわ、危ね。おお、痛い痛い痛い、やっべ、2発で5人くらった。よいしょ、今で行け。あぶれ、あ、痛い。ピアス、ピアス、ピアスさん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 、オープンで。やっぱ近づかん方がいいな、こいつは。あ、そうか、横にもなれないのか。ちょっとギリギリまでこの状態でいきましょうか。他にハーブなかったっけな。あ、ハーブあったな。うん、このハーブレッドハーブじゃないんだよ。レッドハーブが欲しいんだよな。敵出てくるっけ、こっから。まあ、ちょっとドクドク言ってますけど。あ、ムービー入りましたね。さあ、エイタさんがいない。されちゃいました。撃っちゃえばいいのに。ああ。ちょうどバイオシックスでやってて思うのが、なんか時代がおかしいよ。なんかすごい便利なものもあれば。VHS みたいなビデオがあったりめちゃくちゃ少し破壊できない。さあ、こういう風にサネギになったところはやっぱシーウィル回転になるんですね。あれ、シモンズも同じ風になってました。クリスが思い出したのここだったようですね。
Captain, we gotta move. Now, we gotta go. クリスに撃てない仲間だった人です。その時頭打った時にクリスは記憶をなくなってしまいましたね。まあショックとですね、ピアーズが数少ないクリスのことを隊長と呼ばないところです。はい、というわけでチャプター2終了でございますね。命中率 B 全然当たってない。はい、じゃあ今回はこの辺にしようと思うので、また次回会いましょう。うん、じゃあ。